回なんですけども、ですね、ロールテーブル、これを作ってみたいなと思ってます。まあ、例によってですね、こんなの作ったことないんですけども、構造的にですね、簡単なものを見つけたので、まあ、これだったら作れるんじゃないかなということで、今日は作ってみたいなと思います。まず材料なんですけども、9cm×92cm ぐらいの、木です。これがですね、1、2、3、4、5本です。次にですね、6cm×61cm ぐらい、あ、そうだね、先ほどのやつなんですけども、これのね、厚みがね、2センチぐらいかな、厚さ 1.3cm、6cm×60cm という大きさ、これが2つ、それとあとこの丸い足になる部分ですね。これがですね、2.4cm×60cm で、足なのでこれは4本用意してます。はい、じゃあですね、次にこれをですね、等間隔に並べていきます。この電池を使います。これでね、ある程度等間隔になるはずなんですが、ここに 1.5 センチぐらいの間隔が空いている状態です。ここの隙間をですね、等間隔にするっていうのは結構難しいと思うので、実際に物差しで測って、この隙間を作ってもいいとは思うんですけども、同じ大きさのものをですね、挟んでいけば、やりやすいんじゃないかなと思います。そしたら今度はある程度の場所を決めて両面テープを貼っていきます。これはまあ単純に仮止めしたいだけなので、ここはもうある程度適当でいいんじゃないかなと思います。几帳面の方はですね、こっから何センチ、こっから何センチってこう同じぐらいでやるといいんじゃないでしょうか。で、ここの布の部分なんですが、ダイソーで買ってきたこのベルト110センチのものですね、110センチのものでここをですね、留めたいなと思います。まずは長さを測りましょうか。で、この切り口ですね、切り口はライターで炙って止めておきます。大丈夫ですね。で、これをですね、先ほどの両面テープのところに置いていきます。ちょっとベルト2本買ったんですが、1本で良かったですね。はい、一応ですね、こんな感じで止まりました。そしたら今度はタッカーです。タッカーでこうバチンバチンと止めていくような感じですね。このタッカーが新品なことから分かるように、使ったことがないので、まあ、ちょっと頑張ってやってみましょう。さあ、じゃあちょっと行ってみます。お、いけたいけた。横だけだと弱いかもしれないので、こう縦にも入れておきます。はい、こんな感じでですね、タッカー打ち終わりました。ちょっと持ち上げてみましょうか。こんな感じで
で折りたたみができます。ここは全く計算しなくて偶然だったんですが、こんな感じで綺麗に収まりますね。強度的にも大丈夫そうです。いや、ちょっと熱くて汗だくになってますが、こんな感じでね、天板の部分は完成です。で、これから次の作業としてなんですけども、これだとここに足をつけてもぐにゃぐにゃになっちゃいますよね。ぐにゃぐにゃになっちゃいますよね。なので、ここに添え木をして、それでここをですね、固定しちゃおうという感じです。なので、この大きさをまずは決めようと思います。とりあえず印をつけましょうかね。こんな感じでですね、カットする場所を決めたので、これをあとはカットしていきましょうか。これで大丈夫そうですね。さあ、これで大丈夫そうなので、今度はですね、穴を開けていこうと思います。今回またですね、ハンガーボルトを使うんですけれども、M6×50、 これをですね、買いました。なので、6mm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  の穴を開けていきましょうか。はい、じゃあですね、穴を開ける位置に印をつけます。9センチなので 4.5。 こちらも 4.5。 M6 の穴が開いたので、こんな感じで入ることになります。はい、じゃあですね、こんな感じで一応印をつけました。端から15センチで取ってます。なので、これにですね、 M6 の穴をまた開けていきましょう。ボルト用の穴が開きました。で、折り目ナットも入れたので、こいつですね、こいつを足に埋め込んでいきます。穴はできたですけどね、ちょっとグラグラしすぎですね、これ。多分これは足が長すぎるのが一つかな。ここまでできたんですけども、ちょっとですね、強度的な問題があるので、ちょっと修正していこうかなと思います。まず効果のほどは分かんないんですが、今度は折り目ナットを M8 に修正してみます。じゃあ、ちょっと修正したのをつけていこうと思います。
いい感じ。今度はだいぶいい感じにできましたね。ガタつきもあんましないと。でですね、ガタつきは一応軽減されてるんですが、ここにスポンジゴムをつけていこうと思います。はい、ということでですね、一応ロールテーブル改良版ですね、これが完成しました。で、先ほどのものと何を改良したかというところなんですけれども、まずは、この足をですね、40センチの長さにしました。前は60センチだったので、それがまあ第一に不安定なもとかなということと、次にですね、このハンガーボルトですね、これを、M6 から M8 に変えました。それを変えたんで、これですね、ここの折り目ナットも M8 のものに全部変えてます。で、ここに開けた穴も、8mm のものに変更してます。ちょっとですね、まだ穴が汚いんですけれども、一応まあこんな感じにできました。最後のですね、もう一工夫として、この足の下の部分ですね、これがですね、4cm4cm の木なんですけれども、同じ大きさにスポンジゴムをカットして貼り付けてます。じゃあ、組み立てますよ。もうちょっとね、この添え木の穴ですね、添え木の穴をもしかしたらもうちょっと大きくしてもいいかなという感じはするんですが、今はですね、ねじって締めるような感じになってます。スポットは入らないですね。これで組み立てが完了ですね。まあ普通に使う分には全く問題ないかなという感じですね。まあ難点としてはですね、この折り目ナットがちょっと長さがですね、あるやつにしてしまったので、この上まで出てる感じです。出てる感じというかですね、まあ、貫通してちょうど収まったかなっていうような感じになってます。まあ元々ですね、M8 で考えてなかったので、あと5ミリか1センチかぐらい厚みがあれば、まあ、こっち側まで貫通しなかったのかなと思います。で、これね、軽さなんですけど、めっちゃ軽いんですよ。もうこんな感じですごい軽い作りになってます。この上もですね、塗装してもいいんですけども、まあとりあえずはこんな感じで、すいませんね、ちょっと汗だくなんですけど、とりあえずはこんな感じでできました。今手元にですね、キャンプ用品がないんで、まあ、適当にいろいろ並べてみましたけれども、結構いい感じですね。で、40センチの高さなんで、ロースタイルで使う感じに考えてます。今回は1回足を作り直したりとかっていうので余計な出費がかかっちゃったんですけれども、失敗がなければ、そうですね、4000円以内ぐらいでできたんじゃないかなと思ってます。まあ、これはですね、作り方が分かったので、何個かあれば便利かなと思うので、もう1個ぐらいもしかしたら作るかもしれません。じゃあこれをですね、収納していこうと思います。はい、ということで、しまうとこんな感じです。これもなんかうまいこと持ち手がつけられれば、持ち運びがもっと楽かなって感じがしますけどね。こんな感じで持っていけるんじゃないかなと思います。さあ、どうでしょうか、それっぽい感じになったでしょうか。ということで、今回は、ロールテーブルを作ってみるでした。